およそ2ヶ月ぶりの地元鈴鹿での試合となった黒のジャージ、三重ホンダヒート。先に試合を動かしたのはブラックラムズ東京。前半5分、左サイドを突破しトライを奪います。その後もブラックラムズ東京が得点を加え、0対12で迎えた前半34分、ホンダヒートがチャンスを作ります。混戦からパスを受けたオ・ガンテが中央を突破してトライ。点差を縮めます。しかし前半終了間際にも2つのトライを許したホンダヒート。後半には代わって入ったトーマがトライを返しますが、反撃もここまで。ホンダヒートは14対24で敗れ、シーズン初勝利とはなりませんでした。自分たちの、エキサイティングなラグビーができて、それが、結果にはつながらなかったんですけど、ワントライ取れて、で相手にもスコアされずに終わったのは良かったかなと思います。三重ホンダヒートの次の地元鈴鹿での試合は今月24日に行われます。